チコの得する家電ダイアリー。今回はイーヤホン秋葉原店さんに来ました。そこでカリスマ店員のベルさんにこちらで売れている人気の一押しのヘッドホンとイヤホンを紹介してもらいたいと思います。お願いします。お願いします。では行きましょう。はい、ちなみに2019年の冬から、まあ、2020年のにかけてのこう、はい、イヤホンとかヘッドホンのトレンドとかって何があるんですか？今だ と、1万円以下の安い完全ワイヤレスイヤホンも結構増えてはきてるんですけど、この冬からにかけてノイズキャンセリング搭載のイヤホンがかなり増えまして、うん、その中でも、ラグジュアリー性をミックスした可愛いものであったり、はい、機能面に特化した、うん、再生時間が長いモデルであったり、うん、っていうのがかなり増えてきますね。じゃあデザイン性と再生機能のバッテリーの持ちが伸びてきている、はい、そうですね。であと左右一体型のものでも軽量化されてるモデルが増えてきて、はい、でヘッドホンも同じく軽量化されてきたのでかなり着け心地も良くなって、はい、移動時にもストレスフリーな製品が増えましたね。つけ心地めっちゃ大事です、はい、せっかくこう気持ちよく音楽聴きたいのに、うん、気づけば耳が疲れてるみたいな昔あったじゃないですか、はい、はい、ありましたね。そういうのが、まあ、減ってきてるって言いましたね。へえ。左右一体型のノイズキャンセリングワイヤレスイヤホンの中でも少しお休みなのがソニーさんから出てまして、これがソニーのダブルジャック、そして2万円弱で、うん、WIC600N っていうモデルになるんですけど、はい、こちらのノイズキャンセリングが少し変わってまして、うん、はいはい、AI ノイズキャンセリング何ですかっていうノイズキャンセリングが搭載されてて、はい、今までだとノイズキャンセリングってやっぱりバンって決まる形だったんですけど、はい、AI ノイズキャンセリングはその場所によってノイズキャンセリングのレベル調整を勝手にしてくれるようになってます。じゃあめちゃくちゃうるさいところではノイズキャンセリング機能を割と高めてくれて、はい、逆にあんまりその高性能さを発揮する必要がない静かなところでは、まあ、緩やかにしてくれるってこと。そうです、そうです。すごい。そうなんです。私も実際初めはあれノイズキャンセリングかな、うん、って思ったんですけど、はい、ちょっとスピーカーの近くとかによると、うん、バンってノイズキャンセリングが強くなってくれて、うん、っていうのを自動でしてくれるんですよ、うん、すごいスマートですね。そうなんですよ。色もなんかこうグレイッシュな感じで。そうですね、少し落ち着いたブルーになってますね。ねー、かわいい。やっぱりこのイヤホン部分もちょっとこう綿になってるので、はい、女性の方でも着け心地はいいんじゃないかなと思います。耳が小さめの方にも着けやすいと思います、ね、はい、はい、私も耳がちっちゃめなんで音の幅がすごくありますね、はい、この2万円弱の周りには、はい、そうですね、いろんな音が聞こえました、うん、何よりも本当に密着性がいいので、これでさらにノイズキャンセリング機能も自動で調整してくれるから、なんか深く考えずに使えます。そうですね、うん、ちなみにこれ再生時間とかって、再生時間がノイズキャンセリングがオフの状態で 7.5 時間、はい、世界になるので、はい、オンで使っていただくと、まあ、5時間ぐらいになるかなと思いますね。でもそれぐらいだったら1日使って、まあ、帰ってきて充電していただいてってことになりますね。今完全ワイヤレスイヤホンで一番人気のモデルが、はい、ソニーさんの WF-1000X M3 っていうモデルになります。出た出ました。結構持ってる人多いですよね。そうなんですよ。結構電車の中とかでもやっぱり多くて、うん、で今でこそ少しノイズキャンセリングの製品も増えてきたんですけど、はい、以前は完全ワイヤレスイヤホンの中ではソニーさんしかノイズキャンセリング機能がなかったんですよ、うん、なるほど。なので、うん、やっぱりソニーさんが一番人気なところはあって、うん、ヘッドホンのノイズキャンセリングのチップをですね少し小さくしてこちらに積んでるので、はい、ノイズキャンセリングヘッドホンと同じぐらいのノイズキャンセリング性能が完全ワイヤレスイヤホンでも実感できるっていう。さっきちらっと聞いたんですけど、そのノイキャンとかノイズキャンセリングっていうと、うん、なんか音質がいいみたいに考えてるお客様も
いらっしゃるんですよね。はい、そうですね。やっぱりノイズキャンセリング機能を使うと、うん、外の音が、シャットアウトされるので、はい、その分音質がタイトになって、うん、実際に音がよく聞こえるかもしれないんですけど、うん、ノイズキャンセリング機能っていうのはあくまで外の音を聞こえなく、ノイズをキャンセリング、そうですね、うん、する機能になるので、うん、音質を良くする機能じゃないっていうことだけ知っていただきたいですね。そこはちょっと覚えておきたいところですね。はい、そうですね。そしてソニーはパイオニアである。はい、パイオニアです。見た目がめちゃくちゃ可愛いです。そうなんですよ。こちらがプラチナシルバーっていうお色味で、うん、女性の方に大変人気なお色味にはなってますね。ちょっとベージュっぽい、はい、可愛さがありますよね。はい、はい、スペシャルな感じですね。はい、イヤホン単体で、うん、6時間ほど再生ができて、はい、充電ケースを含めると最大で24時間くらいは再生ができるようになってます。パワフルですね。そうなんですよ。なので1日に切れるってことはあまりないかなと思いますね。はい、じゃあ充電がめんどくさいけどズボラな人にもいいですね。はい、ソニーさんの製品は、はい、まずこう耳につけていただいてからちょっとこう後方に回していただくことで振り装着感が上がるので、ちょっと落下防止にもつながりますね。最初からスポじゃなくて、はい、このままちょっと刺していただいて、ちょっと回していただくと安定性がかなり上がります。わかりました。刺して回す。バッチリです。お、密着する。流れてきました。みたいなこうちょっと強いベースはないんですけど、やっぱり中音域から高音域がすごい綺麗に聞こえてきて、そうですね、小さいのにめちゃめちゃ音質がいいです。とこの子なんですけど、うん、この左側のこの丸いところがタッチパネルになってるんですけど、はい、左側のイヤホンのタッチパネルを長押しすることによって、うん、はい、クイックアテンションっていう外の音を一気にバッと拾ってくれる機能がついてますね。はいはいはい、なので多分駅とか、うん、今ここどこだろうって時に長押してもらうだけで、うん、周りの音が瞬時に聞き取れるので、かなり便利な機能になってます。この機能があるかないかだけで結構使い勝手全然違って、こう一人でパソコン作業で集中したい時とか、でも周りの人と会話しなきゃいけないとか、駅とか空港で音が聞こえる機能ってこれめちゃくちゃ便利なんで、まあ、仕事の時に使いたい人とか周りの音が聞きたいって人にはめちゃくちゃいい機能ですよね。はい、うん、今一番新しくて、はい、一番人気な左右一体型、はい、つながってるタイプのワイヤレスイヤホンで、人気なのソニーさんの WI-1000X M2 っていうモジュールになってまして、ノイズキャンセリングのヘッドホンでものすごく有名な、その一番ノイズキャンセリングがすごいと言われているヘッドホンのチップをそのまま左右一体型ワイヤレスイヤホンのここに搭載したモデルになるんですよ。なのでヘッドホンのノイズキャンセリングの高性能なままちっちゃくしたっていう形になるんですよ。なるほど、コンパクトにしたんですね。コンパクトにしました。なのでノイズキャンセリングの性能かなり高くて、はい、でこちらが前のモデルになるんですけど、はい、こちらちょっとネックバンドが太かったんですね。はいはいはい、はい、ちょっと硬いタイプのネックバンドになっていて、ちょっと、あ、本当だ、そうなんですよ、ちょっと分厚かったんですけど、はいはい、それもかなり薄くなって、あ、すごく柔らかくなったんですよ。本当だ、見てくださいこれ。柔らかくなって、そうシリコンタイプに進化しまして、本当だ、そのために、装着感もかなり軽くなってつけ心地が良くなりました。つけ心地大事ですもん。大事です。なので長時間つけていてもあまりストレスがない左右一体型のイヤホンになりましたね。なるほど。ちなみに、再生時間とかってどのくらいあるんですか？再生時間が、ノイズキャンセリング機能をオンにした状態で約10時間再生ができます。で外の音を取り込む機能もあって、はい、でその外の音を取り込む機能だけ使うと12時間ほど使えます。なるほど、はい、そう外の音を取り込む機能意外と便利で、もう駅構内とか、はい、こうなんでしょうね、飛行機待ってる時とか外の音が聞こ
えた方がいい時ありますもんね。ありますね。今どこの駅だろうっていう時にちょっと取り込んでもらうと分かるので安心感も違います、ね、ありますよね。そう、なんか完全独立してるモデルだと便利なんですけど、やっぱりどうしても肩もなくしちゃったりとかするんで、意外と一緒になってる方が安心感がありますよね。装着感、密着感がそうありますね。あ、来ました、来ました。すごい高音が綺麗ですね、はい、ありがとうございます。なんかこう見た目以上に、はい、パワフルで、結構ベースもズンズンちゃんと聞こえる感じで、高音がエレクトリックな音もあったんですけど、なんかキラキラしてて綺麗でした、すごい。ちなみにこの子がソニーさんのアプリがありまして、アプリを取っていただくことで、その外音取り込む、外の音を取り込むレベル調整であったり、あとはその音質をカスタマイズすることもできるんですよ。自分好みにできるってことも、高音を少し足したりであったり、低域を少し引っ込めたりとかもできるようになってます。なるほど。じゃあロックとかジャズとか聴く人はベースを聴かせるようにして、クラシックとか J-POP が好きな人は高音を綺麗にするようにカスタムできるってことですね。はい、すごい、すごいんです。すごいです。しかもなんか軽くてずっとつけてても全然気にならない感じ、結構違和感がないですね。ないですよね。しかもかっこよくないですか、たずまい。そうです。はい、なんかいいですね、この感じ。そう、最近出たモデルで、そのラグジュアリーイヤホンって言ったと思うんですけど、それがこのマスター&ダイナミックっていうニューヨークのメーカーさんになるんですけど、その子がすごい可愛いイヤホンを出してくれてて、この筐体部分がハンドメイドで製作されてるので、かなり本当にラグジュアリーっていうところに意識したイヤホンになるんですよ、で、このマスター&ダイナミックさんのこの MW07 プラスっていうのが新しいノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンになるんですけど、前のそのノイズキャンセリング機能がついていないタイプの MW07 っていうものが以前のタイプになるんですけど、こちらはルイ・ヴィトンさんとコラボされたイヤホンを出されたりとか、っていうすごくやっぱりちょっと高級感のあるイヤホンとしてかなり人気のモデルになりますね。ヴィトンとコラボってすごいですね。そうなんですよ。すっごい可愛いのを出されてて、ロゴが入ってで、芸能人の方とかもよく使われてるのを見かけするんですけど、そういったものになりますね。すごい、なんかこのケースがミラーって、そうなんですよ、ちょっとびっくりですね、すごくキラキラしてて、あと音質的に、中域がすごくふくよかな音質で、結構上品な音を鳴らしてくれるんですよ、なのでその高い音とかが好きな方とかにも結構人気がありますね。じゃあ J-POP 女性ボーカルとか、そうですね、まあ、ちょっと弦楽器とかの音とかも綺麗に聴ける。再生時間はどのぐらい？再生時間がイヤホン単体で10時間持ってくれて、ケース充電を含めますと30時間のバッテリーライフがありますね。パワフルですね。パワフルです、すごく。じゃあちょっと実際にこちらも使ってみていいでしょうか。はい、そしてガラス、はい、おー、密着、ちょっとテクノっぽい。すごい、なんかとても完全ワイヤレスとは思えないほど音質が良くてびっくりしました、私。そうですね、音質は自信があります。めちゃくちゃいいですね、やっぱりそうですね、完全ワイヤレスなものって昔は低域に注力したものが多かったんですけど、最近はこういった中高域もより綺麗に、なんか大人っぽいリッチなサウンドを鳴らせるものも増えてきたので、かなりいいですね。中高域が綺麗に聞こえるってことは、比較的いろんなジャンルの音楽が、聞こえやすい、綺麗に聞こえやすいってことだから、はい、これ音質ちょっとびっくりしました。とてもいいですよ、はい、こんなにちっちゃくておしゃれなのに、やっぱり女性の方にも人気はありますね、
音質にこだわりがある人にもおすすめです。音質とデザインの面でこだわりがある人にいいですね、はいはい、女性の方とかにプレゼントされるのもいいんじゃないでしょうか、はい、実際にいろいろとお話ししていただいて、なんか個人的にやっぱりデザイン性能がどんどん伸びてるなってところと、まあ、再生時間がこうパワフルになってきているのが気になったので、こうより使いやすくなったのかなって印象があるんですけど、そうですね、うん、やっぱり最近のワイヤレスイヤホンも昔に比べて接続性もアップして、はい、で音質も良くなって、うん、先ほどおっしゃってたようにデザイン性可愛いものから、うんうん、スペック重視なものまであるので、はい、なのでまあ、よりストレスフリーを求めれば完全ワイヤレスであったり、はい、なくされるのが怖いって方は、繋がってるタイプの左右一体型ワイヤレスイヤホンとかで、うん、なんか様々なお客様の求める用途によって、うん、こちらのお店でおすすめさせてもらえたらなと思います、うんうん、iPhone で気軽に聴ける時代になってきましたからね、スマホで気軽に聴きたいっていう方はぜひ、まあ、イヤホンにはちょっとこだわっていただいて、はい、音楽楽しんでもらえたらなと思います。